皆さんこんにちは、しおみんでございます。ですね、今回からですね、ちょっと京都の街をブラブラするというシリーズをやっていきたいと思っております。はい、でですね、できるだけちょっとメジャーなところじゃなくってですね、ちょっとですね、穴場的なところをご紹介できればと思っております。はい、で第1回目はですね、あまりスーパーメジャー観光地でもないようなところですね、行こうと思ってですね、五条および、五条周辺にあります五条楽園という、昔でいう遊郭ですね、遊郭みたいなところで、今ですね、まあ、廃墟というかですね、いろんな、まあホテルになったりですね、ちょっとおしゃれなカフェになったりしますが、まあ、そういったところをですね、今どんな感じなのかっていうことをちょっとご紹介できればと思っております。それでは、VTR よろしくお願いします。こちらの弁慶うどんさん、まあ、いわゆる京都のおうどん屋さんっていう感じのお店です。本店の方はですね、西京極にあるみたいなんですが、やはり五条大橋といえば牛若丸と弁慶かなと思ってですね、弁慶のことをいろいろ調べていたらですね、弁慶うどんが出てきたので行ってみることにしました。味の方はですね、本当にカツオが効いててですね、美味しいお出汁でしたね。はい、はい、具材がですね、お肉と揚げさんと金プラが乗っているというような形のうどんでした。はい、金プラが乗ってるっていうのがすごい特徴で、出汁が染みてですね、めちゃくちゃうまかったですね。はい、お肉も出汁が染みてですね、めちゃくちゃうまいという感じでございました。はい、皆さんもよろしければぜひ一回行ってみてください。はい、弁慶うどんを出てですね、端の方に歩いていくと鳥作さんってお店があってですね、こちらのお店のですね、比叡山唐揚げマウンテン定食、すごい感じの定食だなと思って、ショーウィンドウを見てるとですね、そのありましたという感じですが、それの横にあるお魚屋さんがあるんですけど、こちらもですね、なんか後から見るとですね、コロッケ売ってたりするようなお店だって、いい感じだなと思っております。はい、今五条大橋の上でございます。はい、今からですね、五条楽園の跡地の方に行ってみたいと思います。まず道順ですが、五条大橋こっち西爪ですね、西爪の角をですね、降りたところをすぐ左に回ります。